実は世界トップクラスだった江戸という都市。文明開化の音がする。江戸時代が終わりを迎えてから開国によって日本の近代文明は花開きました。というのも、日本という国はそれまでの間、技術力で西洋から大きな遅れを取っていたからです。100年身内で争い続け、その後300年近く鎖国を続けていたので、それもしょうがないことでしょう。ちょんまげなんか時代遅れ、西洋風のざん切り頭がかっこいい。西洋のものの方が日本のものより優れている、そんな風潮が世間に生まれました。しかし、時代に乗り遅れた江戸時代は本当に世界より劣っていたのでしょうか。実はそんなことはなく、むしろ江戸は世界でも類を見ない優れた都市だったのです。 SDGs 社会を実現した江戸。現代社会でよく取り沙汰される SDGs、 それは持続可能な世界を作って環境を守ろうという取り組みです。 SDGs は環境破壊が進む世界において、新しく発案された考えのように感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、日本においては限りある資源を無駄なく活用しようという考えは、実は江戸時代に完成していたのです。資源の無駄遣いの背景には大量消費があります。そして現代のような大量消費が行われるには、まず工業化による大量生産が必要になります。江戸時代の生産方式はほとんどが手作業だったので、品物を大量に生産することはできず、新品の値段が高くなってしまうのです。そのため、大量消費などできるはずもなく、江戸時代の庶民にとってリサイクル品の需要が非常に高かったのです。例えば、江戸時代の庶民が着ていた衣類を例に挙げると、彼らが着た着物はほとんどが中古品でした。現代でも、特に学校の制服などは兄弟で衣服をお下がりとして使うことも少なくないでしょう。しかし、江戸時代のお下がりは現代のそれとはレベルが違います。兄弟どころか子孫へ受け継がせることを想定して着物は作られていたのです。糸がほつれれば縫い直し、ボロボロになるまで着続けました。家庭で修繕が困難になった着物は、赤ん坊のおむつになり、雑巾になり、と最後まで活用されたのです。あるいは、着物の手をなさなくなった段階で、古着屋に預けられ、専門家の手に渡ります。ボロボロだった古着は、専門家が修繕。または使えるパーツごとにばらされ、有効活用されました。そうして修繕された古着、あるいは補修用のパーツとして、また庶民の手に渡り、再利用されたのです。着物以外もリサイクル品がほとんどで、江戸にはなんと、1000を超えるリサイクル業者や修繕専門の業者がいました。そのため、中古品の売買だけでなく、壊れた品の修理も迅速かつ格安で依頼することができ、江戸の町では驚くほどゴミの量が少なかったのです。もちろんそれは現代と比較しての話で、少ないながらゴミは当然出てしまいます。しかし、そんなリサイクルが難しく思えるゴミさえも、江戸で構築された循環システムは無駄なく再利用することができたのです。一体どのようにして再利用したのでしょうか。続いて、現代社会が持続可能な世界を目指すなら参考にすべき、驚くべき江戸の資源活用術をご紹介します。世界一綺麗な江戸。現代でもリサイクルショップに行けば、多種多様な中古品が次の利用者を待っています。しかし、一方でゴミの日の朝方には、再利用できず、焼却を待つだけのゴミ袋が大量に回収されているものです。
もちろん現代でも再資源化してゴミを減らそうという取り組みは続いていますが、江戸と比べるとまだまだ甘いと言わざるを得ません。まず修理すればまだ使えるというものは江戸ではゴミになりえません。前述した通り、江戸には多くのリサイクルや修繕の業者がおり、彼らは中古品の売買だけでなく訪問での修理も行っていました。イカケ屋と呼ばれた人々は溶接のプロで、鍋や釜に開いた穴をすぐに塞いでくれました。割れた瀬戸物を修理する業者もいました。彼らは白玉粉と呼ばれる鉛ガラスの粉末を溶かし、割れた破片を接着する専門家でした。提灯の張り替えを行う業者もおり、彼らは紙の張り替えだけでなく名前や紋を書き入れるサービスも行っていたそうです。その他多くの専門技術を持った業者が江戸の町を巡回していて、彼らに依頼すれば古いものを捨てて新品を買う必要はほとんどなかったのです。さらに彼らは修理が難しい品であっても分解してパーツで引き取ってくれます。そのパーツを業者に下ろしてまた商品として再利用するのです。破けてしまった傘は骨組みを回収し、傘張り職人に依頼して新たな商品になります。傘に貼られていた油紙も丁寧に剥がされ、包装紙として使われました。使い古してボロボロになった衣類はバラして縫い直し、新たに着物として生まれ変わるのです。しかしどうやっても修理することができないものも中には存在します。そうしたゴミになりかねないものも江戸では回収され再資源化されました。町中に落ちている可燃ゴミはお風呂屋がこぞって回収し燃料にしていました。古い釘などが落ちていると子供たちは宝探し感覚で拾い集めたそうです。回収したそれらを飴やおもちゃと交換してくれる業者がいたからでした。抜け落ちた毛髪さえウィッグの材料として回収されていたというから驚きです。その他、資源回収で有名なのは紙くずでしょうか。商人の家から回収された帳簿などの不要な紙は回収されて専門業者に販売されました。そうして再生紙として生まれ変わった紙は浅草紙と言われ、安価な紙として利用されました。浅草紙はトイレ用の紙や花紙として重宝されたそうです。当時再生紙まで使っていたのは世界的に見ても非常に稀なことでした。他には各家庭で出た灰も再利用の対象です。当時の台所は薪で調理するので日常的に灰が生じる環境でした。現代では灰は燃えるゴミとして回収され埋め立てて処分するしかありません。しかし江戸時代における灰は農地の土壌改良に使われる肥料であり、染め物に使う染料であり、日本酒の製造に必要な重要資源でした。当時は灰という物質は貴重なアルカリ性物質だったのです。珍しいところでは使われて溶け出したろうそくのろうを買い取る業者もいたそうです。当時ろうそくは高級品で、使っていたのは一部の裕福なものが主だったため、規模としては地味な仕事でした。しかしそうして回収する流れるろうはろう類と何とも美しい名が付けられていました。前述した再生紙は冠婚紙、魂を返した紙と呼ばれました。古いものには魂が宿ると考えていた江戸時代の人々の再利用品に対するものの見方が名前にも表れています。そして驚くべきことに、江戸時代は紙尿さえリサイクルされていました。ただ回収するだけでなく、
価値ある商品として買い取りがされていたのです。飼料は有用な肥料として扱われ、特に普段良いものを食べている富裕層の便は栄養豊富な高額商品として人気がありました。また長屋、現代でいうアパートですが、住人の飼料を大量に確保できる大家にとって、この仕組みは大きな収入になっていたそうです。このように、江戸の町は現代人にとって、ただのゴミにしか見えないものも、貴重な資源として再利用する構造が出来上がっていました。そのため、江戸の町は世界でも類を見ない綺麗な町だったと言われているのです。江戸は世界最大の都市だった。このように高度な循環型社会が構築されていた江戸は、実は当時世界最大の都市だったのです。江戸の人口は100万人を数えました。世界2位のロンドンの人口が60万人ほどだったと考えると、その凄さがよくわかると思います。そんな大規模な人口を支えたのが、他でもない江戸の人々のリサイクル精神でした。人口が増えると、それだけ排出される汚物の量が増えるわけですが、彼らは飼料さえもったいないときれいに回収していたからです。当時の大都市は汚物にあふれ、衛生問題が深刻になっていくのが当然でした。江戸と同時期の西洋の町並みは、道端に汚物が捨てられているのは当たり前になっていたり、下水で直接川に流すせいで生活用水が汚染されていたりと悲惨な状況でした。西洋の香水文化は立ち込める悪臭をごまかすために、貴婦人の履くハイヒールは街にあふれる汚物を踏まないために生まれたとも言われています。当然そんな不衛生な環境では、深刻な疫病が流行することは避けられません。そのため、汚物の処理が間に合わないことには、過度に人口が密集する都市は生まれ得なかったのです。そんな時代に、江戸には汲み取り式のトイレが完備されて、飼料は見事に回収。汚物が町に溢れることも、川に流されることも起こりませんでした。加えて、江戸の町民はお風呂が大好きで、不潔さとは無縁の生活を送っていました。こうして維持された衛生的な環境が、江戸に集まる100万の人口を支えたのです。確かに江戸時代は、かつての戦乱と鎖国体制によって、技術的に西洋から大きく遅れていました。開国後の明治時代には、西洋の文化こそ、先進的な文化だともてはやされることになります。しかし、江戸時代に育まれた文化は、決して西洋より遅れたものではありませんでした。特に日本人が持つ、もったいない精神から生まれた高度な循環型社会は、当時の世界では群を抜いて文明的だったと言えるでしょう。江戸の暮らしを眺めるだけなのは、もったいない。もったいないという言葉は現代では世界共通語になりました。グローバル化が進み、物を大切にする精神が日本国民特有のものだと評価されたからです。スポーツの国際試合で日本人の応援団が会場のゴミを片付ける様子も海外から素晴らしいと称えられています。褒められることは嬉しいことですが、少々の困惑も生まれてしまいます。私たち日本人にとって、それらは当たり前のことで、褒められるほどのことではないからです。それはきっと、江戸時代という日本史上でも他にない平和な時代、そして世界的に見ても異質な時代にあるのではないでしょうか。人間同士の争いに煩わされることなく、真摯に自然と向き合った時代だからこそ、私たちの日本人らしさが形成されたのだと思うのです。世界的に持続可能社会を目指す現代社会、もったいない精神が注目される日本人だからこそ、その源泉である
江戸の暮らしを振り返ってみてはどうでしょう。私たちにとってのもったいないは、きっと彼らにとっての当たり前でしかありません。そんな彼らの暮らし方、考え方を見つめ直すことで、現代を生きる私たちの学びになることがあるのではないでしょうか。皆さんは、江戸に暮らす人々の生活を知って、どう思いましたか？今と江戸時代の社会を比較してみて、何か気づいたことなどあるでしょうか？コメントで教えてもらえると幸いです。また、この動画が興味深いと思われたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。